からいつでも呼んでね。美味しい紅茶と甘いミルフィーユを持って君の元に駆けつけるよ。私たち甘いの大好き、お菓子系アイドルのミルフィーユティーです。よろしくお願いします。それでは最初に自己紹介をします。最初にみーちゃん。はい、チームリーダーのちょっとおバカなみーちゃんです。よろしくお願いします。みーちゃん、ありがとうございます。続いてゆなち。はい、お笑い担当ポケモンつくもゆなちに任せてね。よろしくお願いします。ゆなち、ありがとうございます。続いてれいにゃん。はい、れいにゃんの瞳で君を誘惑するにゃん、アイドル代表れいにゃんです。よろしくお願いします。れいにゃん、やん、ありがとうございます。続いてあやかんぼ。はい、ミルクくれなきゃあやかんぼ泣いちゃうぞ、みんなのベイビーあやかんぼです。よろしくお願いします。あやかんぼ、you、yeah.
食欲の秋といったら、
新潟の美味しい食べ物って何があったっけ。いっぱいあるよね。いっぱいあるよね。そうだよ。じゃあさ、山手線ゲームでさ、新潟の美味しい食べやろうよ。いいね。イエーイ。じゃあ行くよ、うん、せーの、乗って。枝豆、柿の素、きんぴら団子、サバネ団子、タレカツ丼、イタリアン、ポッポ焼き、雪だるま。おっとっと、それ食べ物じゃないでしょ。食べ物じゃないか。また甘かな。ちょっと小さい人すごいっすよね。間違えた。今日ちょっとすごいね、すごいね、ミラクル、ミラクル残ってる。じゃあ続いての曲聴いてください。We'll be right back.
でした。もう一度皆さん大きな拍手を。ありがとうございました。ゾイナス。はい。ね、ゾイナス。ゾイナスはこう揃えたの？はい。うん。ゾイナスって意味は分かりますか皆さん？参加する。それジョインね。まあまあすごいすごいすごい。なんですか。普段皆さんは学生かなんかを。はい、高校生です。高校生。はい、高校何年生？高校3年生。リア充じゃないですか。もう楽しいでしょ学校。はい、楽しいです。ね、部活は何かやってるんですか。うん？部活がやってない。部活、うん、がもうないの学校って最近は。科学部。科学部ってどんなんですか。なんかスライムとか作る。スライムってどうやって作るんですか。いろいろ混ぜて。なんかね、塗り使ってそう液体だけのに。その何を混ぜるのか知りたいの。何を。なんか洗濯のりと水。水。あと着色料。あ、そっか。色重要です。はい、え、4人とも科学部なんですか。あ、サチが書道部です。書道部。書道部。3人とも科学部で1人書道部。はい、もう完全に文化系ですね。確かに。なるほど。これじゃあ高校卒業したらどうするの。うん。進学。進学してまでやると。うん、やります。なるほど。とか大学に行きたいと、うん。なんか勉強したいことはあるんですか。勉強したいこと。うん。なんだろう。大丈夫。うん。もう志望校と決まってるんでしょ。ああ。うん。もう、うん。もういい感じの時期ですからね。決めなきゃない。まだ決めてない。あ、でも誰決まる。うん。何してるの。秘密なの。科学に関係あるんですか。けどなんで学部を秘密にするのかわかんないけど。あ、アイドル秘密が多い方がいいからね。うん、そうだね。なるほど。まあ、これ以外にちょっと頑張ってることはあるよっていうのはありますか。これ以外。うん、まあ、今ねスライムと書道の話出ましたけど。うん。うん。頑張ってる。いや頑張ってるよね。これ一番頑張ってる。これ一番。あ、これしか頑張ってないです。これしか頑張ってない。これしか。そう。まあアイドルは秘密が多いからいいからね。なるほどね。これ本当のなんか活動予定みたいな。あ、告知じゃさせてもらっていいですか。うん、どうぞどうぞ。はい。うん。私。受験生で勉強するので、うん、今月いっぱいで休止なんですよ、一旦活動、はい、で残り3回ライブがあって、うん、はい、来週の22日と28日と29日にあるので、結構今日は出たねアイドルの方と似て被ってるところもありますけど、うまく住み分けしてね来てもらえるといいですね。これじゃあ活動あと3回今月やって、はい、それで休止して、うん、来年の2月かな、うん、そう、それ以来に戻ってきます。10、11、12、1、まあ、間4ヶ月ぐらい、はいはい、この生き馬の目を抜くようなね、アイドル戦国時代でなかなか4ヶ月やお休みするっていうのはなかなか勇気がいることだと思いますけどね。皆さんお願いします、ね、皆さんまた忘れないでください。来年ね、お願いします。うん、ちょっとよろしく頼むよっていうことも言いつつ、ちょこちょこブログなんか更新した方がいいよ絶対ね。そうなのかな。ね、皆さん、まあ、そう一言ずつちょっと言いましょうか。ちょっと、まあ、決意表明じゃないけど、決意表明、うん、こんな感じで頑張りますんで。いやラストじゃないけど、今日見るのが最後の人もいるかもしれないですね。うん、そうそう、なんかだからね、あと10、11、12、1月と、まあ、お休みするわけ でまた2月に戻ってくるんで、パワーアップして応援してくださいっていう気持ちをちょっと今日いろんな都合でもう今日最後
かもしれない、 見られるお客さんもいるかもしれない、うん、ちょっと言いましょうか、うん、最後最後じゃないけど、うん、決定表明をいきます。まあ、なのみ一言、じゃあ振り一言ずつどうぞ。あ、ええ、うん、4ヶ月間勉強に専念して、うん、また2月になったらこっちの方精一杯頑張るので、うん、応援よろしくお願いします。はい、4ヶ月長いようで短いと思う、短いようで長いと思いますが、うん、長いよ、勉強頑張るので、うん、応援しててください、お願いします。はい、志望校に受かるように一生懸命勉強して、うん、来年は歌もダンスももっともっと上手になって、うん、皆さんの前に立てるように頑張るので応援よろしくお願いします。はい、笑い担当、笑い担当だ、笑い担当だ、笑い担当だ、え、なんだろうね、うん、そう、4ヶ月ね、うん、開くんですけど、うん、はい、まあ皆さん覚えてるよね、きっと。いや、覚えてない、片隅ぐらい、ないぞ、2ぐらい覚えてる、最初の文字くらい、ちょっとだけでもね、2ぐらい覚えてると思うので、うん、その2月出てきた時に、うん、2なんだったっけな、あ、ミルフィーユティなみたいな、うん、そう、なんかちょっとボケの調子が悪い。いや、みんなこの4ヶ月ね、お休みしてる間に新潟パフォーマンススクールのちっちゃなのがガンってこう急に出てきて、これに変わる人が急に出てくるかもしれないよ。もうそんな油断しちゃダメだ。わかりました。ちゃんと頑張ってください。はい、常に情報発信をまめにして忘れられないように、はい、ね、もう一回、じゃあ最後にもう一回、じゃあライブ告知だけもう一回あと3回分の言っておきましょうか。来週の22日の日曜日が、うん、ここで5時半から単独ライブやります。はい、2つ目が28日の、うん、再来週の土曜日に駅南のレクスンスタジオで、はい、レクスタ TV というストリーム番組に出演します。うん、それが2時からで、その翌日の29日がバンダイのビルボードプレイスの島村楽器さんで6時からラストライブやります。ぜひ来てください。来てください。はい、来てください。で、この22日と29日に、うん、このミルフィーユティのタオル、あ、そのもあんだ、これを作ったんですよ。お、だから活動資金のためにこれを、なるほどね、活動資金のためにこれを販売するので、皆さんよかったら買ってください。お願いします。はい、アイドルはあんまそういうこと言わない方がいい。活動資金の大人の人が言う、ね、あ、そうなんだ、うん、そうなんだ。まあね、でも、いや、皆さん多分応援してくれると思いますよ。お願いします。ね、はい、頑張ってください。2000円です。2000円ね。はい、じゃあ皆さん、今日も売ってるんですか。今日はちょっと、今日はないね、22日ね、はい、来てくださいと、はい、分かりました。はい、もういい、大丈夫、最後に言いたいことがあります、うん、あ、どうぞ。これのあれ、はい、私たちが3時のおやつはと聞くので、皆さんはミルフィーユティと言ってほしいです。お願いします。はい、それでは行きますよ、せーの、3時のおやつはミルフィーユティ。バイバーイ。はい、ミルフィーユティの皆さんでした。ありがとうございました。はい。